お疲れちゃんです。ラットでしたっけ。で、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、なんとこちらのデッキをね、使っていきたいかなと思います。で、このね、超可愛いデッキなんですけど、色合いがね、色合いは超可愛いんですけど、マジでね、こう、デッキは本当にもう、えぐいですね。もうなんか今めちゃくちゃ流行ってますね。このデッキが今クララワ界で大流行してまして、本当にもう全部無視して形を組めばキング折れるみたいな、もう早いもの対決みたいな、レースみたいな、もうどっちが早くキング折るかみたいな感じに、まあミラー対決だとなっちゃうような、もうね超ゴリ押しデッキが、誕生しましたっていうので、もう形を作っちゃえば止めれません。基本的にはロケットとかあるとまあ防衛されちゃうんですけど、ほぼほぼキングまで折れちゃうデッキですね。というわけでやっていきます。で、前多分このフリーズの枠をヤナメかな、はい、で一回動画に紹介したことがあるんですけど、なんかここの枠がね結構変わってますね。毎回なんか僕は今フリーズなんですけど、フリーズでマルチめっちゃ上位の人もいれば、トルネードでマルチ上位の方もいます。で、まあここもともとヤナメなので、ずっとヤナメの人もいるって感じなので、結構ねヤナメでもいいですし、まあ、トルネの方が俺使いやすいし、とか、あるならヤナメでもいいし、僕はね、フリーズはね、個人的にやっぱ好きなので、フリーズでやってるって感じでやっていきます。さあさあさあ。というわけで、もうエリゴレ、ヒーラー、ダクネ、レイジ、ヒルスピかな、もうみたいな感じの形を作っちゃえば、正直僕の勝ちなんですが、一回まずね、ちょっと守りから行きましょうかな。もう初手から正直組んじゃってもね、全然勝てます。インドラがね、結構いい活躍するんですね。大型とかにも、インドがね、無双してくれますし、キョスケ、アイスイズですね。ここは、まあ、ダクネまで出して、ここの、キョスケを溶かしちゃいましょうか。お、やべえ。キョスケファルチはやべえですね、これ。キョスケアルチェは、さてはやばいけど、オッケーオッケー。で、バックアで、全部、バイバイと。まあ、もう、キョスケファルチェ、なんでしょうね。バルーンですね。これ、ザップ打たれなかったらいいな。これちょっとフリーズで固めて、相手のヒールスピのね、回復を阻止します。オッケー。いいフリーズですね。まあ、フリーズなんか、こう、防衛でも使えますし、最後の最後にインドラがね、こうインドラフリーズでタワー一気に折るとかもあるんで、だから僕はフリーズ結構好きですね。防衛でも使えますし、まあ、攻めでもね活躍するっていうので。さあこれどうします。アイスイズファルチキョスケなんですけど、これ多分エリゴレ嫌いですね。この人エリゴレだけは許さないっていうつもりで作ってんのかな、もしかしたら。いや全然今のね分かんないですけど、いやこれねやばいですね。キョスケの爆破で僕のユニット全部溶けちゃうんで、しかも、アイスイズファルチ特ね、取るね。まあ、ゴリ押しですね。これでゴリ押して、こういう場合だったらね、トルネードとかだったら、もっとね、いいかもしれないんですけど。さあ、ゴリ押していくが、全然通らねえな。しかもこれ、やばいですね。端前キョスケが回るし、ああ、うまい。さあ、逆サイバルーンが飛んできて、まあ、フリーズで守る、オッケー。で、こっちに、ああ、そっちに、そっちに行きますか。あの、ファルチが、オッケーオッケー。いや、ダクネがね、ワンチャン事故りますよ。ダクネがワンチャン事故る。気づいてない、気づいてない、気づいてない。オッケーオッケーオッケー。いい、え、待って。相手気づいてなかったよね、これ多分。で、これ絶対こっちバルーン来る。オッケーオッケー。当てる。で、フリーズで、お、クエイクなんだ。やべ。耐えろ。これでヒルスピも使って耐えれば、ラッキーパンチ。誰が点ゴッドやってラッキー勝利ですね、これは。はい、めちゃくちゃラッキーな勝利ですね。キョスケとかもね、結構今ね、エリゴレが流行ってるんですけど、エリゴレのメタカードとしては結構代表的ですかね。巨大スケルトンの爆破で攻撃全部溶かして、っていう感じですね。エリゴレとあとロケット、エリゴレじゃない。キョスケとロケットぐらいですね、本当に。きついのは。ですが、今みたいなね、こう、やっぱエリゴレの防衛集中しちゃいますから、頑張って止めようって。そんな感じでたまたま刺さることもあります。あとはもうほんと形組んじゃいたいですね。で、ヒーラーがいないとほんとダメですね。エリゴレの形作るときに、まあ大事なこととして本当に、一つはヒーラーですね。エリゴレヒーラーのヒーラーがないと形作っても弱いですね。やっぱ回復するっていうのが強いので。
ういしょーという感じで、それまでは待ちたいですね。大体スケラーだな、これ。スケラですね。多分。ゴブゴヤスケラ。これ、いい感じにね、マスケット処理できたら、そのままスケルトンラッシュ打っちゃいたいみたいなのがありますが、攻めてきましたね。さあ、ここはちょっと上で、この、槍ゴブが、やばい、スケラ入ってる、ライドラ頼む。さあさあさあ、まあ、ここからですね。ここで、僕の手札にはね、ヒーラーが回ってきました。これでエリゴレヒーラー組めるので、もうね、1200とか、もうこんなん上げますね。1200上げて、もうキングですね。僕が狙うのはキング。さあ、こっからも形作っていきたいと思います。エリゴレヒーラー、よいしょ、ヒーラーつけて、まあ、ライドラーかな。まあ、インドラが今回の相手にあんま刺さりそうにないので、よいしょ、ライドラダクネの、よいしょ。で、小屋壊すようにちょっと高めの、レイジですね。で、遅れてヒースピで、まあ、なんかにね、いい感じに回復してくれるといいんすけど、頼むぜ。え、そうです。もうユニット、あ、待って、ライドラゴリ押し、来た。これで、一個折れるのが、今の、クラロワです。よし、一個折りましたね。やばくないですか？さっきまで、こうね、いい感じに頑張ってますけど。あんなの全部無駄ですからね、これで。よいしょ。で、もうこれから、ね、組んじゃいます。組んで、僕はもう行くのみですね、キング。でもこれ、待って、なんで、バカ、なんでそっち行っちゃったの？これちょっとマスケ厄介な処理して、なんか変な方向行っちゃいましたね。まあ、ですが、これで、なんと2周目リゴレが回ります。回って、これ、ヒーラーかなんか欲しいですね。エリゴレに。回復してあげて。フリーズをね、そろそろ使おうか。使ってなかったですね。フリーズを使ってなかったので、使って、インドラが、さあ、事故って一発稼ぐ。さあ、これはね、これちょっとレイジで。やべ、待って、キングでも折れそうなんですよね。やばい、ワンチャン折られても、キングがね、多分、これ時間あれば、あれが、無限回復してますね。無限回復でキング折れるというような、本当にね、こうやばいですね。こんなデッキが今流行っちゃってるのは本当にね、非常によろしくないです。非常によろしくない、まあ、環境なんですけど、まあ強いんでね。強いんで、まあ、それは使うよねっていう感じですね。流行ってるこういう悪いデッキをさらに流行らしていくのがね、僕ら YouTuber というか YouTuber 上げてる人間ですから、焼き鳥もなんか、この世の終わりみたいな感じの動画でね、このデッキを紹介してましたね。まあ、それぐらい、ちょっとえぐいですね、これは。流行ってはいけないんですけど、流行ってますし、もっと流行らせたいと思います。そう、もうね、ディガーはサードですね。サードで、エリゴレヒーラーダックに組んでいきます。迫撃4アードですね。これも7アード。ありがとう、と言ったところで、組みます。グッドゲームですね、これは。さては、相手も察しましたね。ワンチャンロケットがあるのがちょっと怖いんで、一回ライドラとかをね、組むのはワンテンポ待ってからの、おー、いいですね。これもうレイジ行っちゃって、さあ、これ、あ、やべ、待って、いい感じ、ヒルスピで、上来た！多分ヒルスピ活躍しましたね。あとは、これで待つだけですかね。拝みましょうか。これは、解けません。飾りのね、フリーズ、あ、間に合わない。これで勝てます。本当に。いいのかな、こんなデッキが流行っちゃってってなるんですけど、まあ、このメタデッキってなると、まあ、またむずいんですよね。インドラが入ってるので、基本的には、まあ、高回転かな。大型だとやっぱこのデッキに勝つのなかなか難しいので、まあ、高回転のこう、ボムタープラスアイスウィズのトルネードのデッキとか、まあ、ぐらいが、結構のメタデッキになってくると思うんですけども、やっぱそういったデッキってやっぱ使うのはちょっと難しいんですよね。こういうデッキの方がやっぱこう、まあ出すだけと言いますか、非常に使いやすいので、結構使いやすいマイナーな感じのデッキで、このデッキに相性がいいってなると、まあなかなか難しいんでね。そう、ゴレとかにも結構勝てると思うので、これはね、えぐいチンパンだと思います。歴代ナンバーワンのチンパンを誇る、まあ、デッキだと思いますね。という感じで、ぜひね、これ、使ってみてください、これ。やばいですね。まあ、メタ、キョスケですかね。キョスケが主になると思うんですけど、まあ、キョスケとかにもね、ワンチャン、全然勝てますんで、
ぜひお使いください。というわけで、多分ね、このデッキ対決とかもあると思うんで、ぜひ矢の雨よりはフリーズの方がミラー対決もね勝ちやすいと思いますし、ぜひお試しください。と言ったところで終わりますね。はい、ご視聴ありがとうございます。今日動画ちょっとね、夜遅くになっちゃって申し訳ないです。撮れてなかったんですよ。てか、そう、動画撮ってなかったんで、普通にね、はい、遅くなりました。というわけで、よければチャンネル登録と高評価とね、コメントの方のもうよろしくお願いします。で、この土日に VS ノバと VS タロン戦から、はい、クロロリーグイーストあるので、本当に次は絶対勝ちますんで、応援の方もね、よろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。